薄桜木は、ゴミ安助の時代小説。産経新聞有刊に1958年7月から1959年4月にかけて連載され、新潮社から1959年に刊行、新潮文庫より1965年に文庫化された。2007年9月に開版、現在まで刊行されている。高田の馬場の血統や赤楼市によるキラテ打ち量、 背景に、二人の剣士、丹下天然と、堀部康兵衛の友情や、上杉愛土画郎の名代、長尾達之真の妹、千春をめぐる秘伝が描かれる。1927年に連載開始した、林不妨の時代小説、丹下左前シリーズや、審判王を火星団、魔像編に類似する点も見受けられる。本作を原作として、映画、舞台劇、 テレビドラマも数多く作られた。解説、薄桜木は、1959年の日本映画。英語タイトルは、サムライ・ベンデッタ。カラーシネマスコープ、110分。制作、大英京都、監督、森一世。主演は、市川雷蔵。主人公の関腕の剣士、丹下天然を、雷蔵、堀部康兵を、勝慎太郎。二人に思いを寄せられるヒロイン。 千春を、まきちと瀬が演じた。2004年に角川エンタテインメントから DVD が発売されている。映画の脚本を担当した伊藤大輔の脚色により、ゴミの原作とはかなりの違いがある。なお、ラストシーンで、雷蔵が見せる片腕のない天然が片足を打たれ、寝たまま転がり刀を振るうという三段拳法の立ち回りは、 ゴミの原作ではなく伊藤の脚本によるものである。この殺人は、伊藤が石腕である天然の片足を鉄砲で撃ち抜く、描写を書いたことから考え出された。伊藤は、雑誌、時代映画53号に、薄桜木のシナリオが掲載された際に、原作者のゴミから改変を承諾する現地を得た上で、あえて、アレンジをした結果、原作と違いすぎる話になった胸の敬意や心情を、 吹きに書いており、原作の概略を記してから、続けて、自分のシナリオを掲載している。ちなみに、大英特集号である道後には、市川雷蔵と、勝慎太郎の経道対談が掲載されている。2013年と2016年の二度にわたり、時代劇専門チャンネルで放送されている。ストーリー旗本、丹下天然は、高田の馬場の決闘へ向かう。 途中の中山安兵衛とすれ違う。駆けつけた天前は、安兵衛の血統相手が、道門地震流であると知って、場を離れ、安兵衛は、堀部屋兵親子の助けを得て、仇を倒す。天前は道門を見捨てたとして、師匠、地震災に破門される。安兵衛も、師匠、堀内玄太財門の心を組み、道場と距離を置く。玄太財門の紹介で、安兵衛に、 上杉家への士官話が来る。安兵衛は、上杉や江戸家老、千坂兵部の名代、長尾達之真の妹、千春に好意を抱くが、千春は天然と恋仲だった。二人の修言が近いことを知り、安兵衛は、上杉家への士官を断って、野兵の娘、お幸の婿となり朝の家に仕える。天然は、千春と修言をあげた。天然が紅葉で旅だった。 留守中、天然を恨む、地震流の門弟五人が屋敷に乱入し、千春が領辱される。ほどなく、千春が安兵衛と密通していると噂が伝わる。旅先から帰った天然は真相を知ると、老人となり五人に復讐する決意を固め、長岡を訪れ、千春を離縁すると伝える。怒った達幸心は抜刀し、天然の片腕を切る。同日、 安兵衛が使える朝野家当主、朝野匠頭は、上杉家当主のジップ、キラ・コウズケの助を、江戸城松の廊下で人情に及び、片腕を失った天前は行方をくらませた。一年後、キラ邸内ち入りを格索する浪人、安兵衛は、キラの茶の相手を務める女を尾行し、女が千春であると気づき驚く。天前と別れた千春は、兵部の世話で自立しており、天前は、 兵部の行為で、米沢での療養を経て、平家に迎えられていた。江戸に戻った二人は、兵部の死を知る。地震流五人を切った後、天然は、光月の助の用心棒となり、赤狼老師と戦うことを決意する。安兵衛ら赤狼老師の計画は、あとは、平邸で行われる茶会の日取りを確かめるだけと、大詰めだった。その頃、五人のうち生き残った二人が再び、天然を襲った。 キャストスタッフ解説、被検破りは1969年の日本映画。英語タイトルはブロークンソーズ。カラーシネマスコープ90分。監督、池弘和夫。主演は松方広樹。ゴミの原作をもとに1959年の大英映画版で脚本を務めた伊藤の脚色で大英京都が制作した。 キャストスタッフ5名の原作をもとに、1971年、1980年、1990年、1991年、1999年に、1002年に、1014年に、上演されている。中心ぐらい分薄桜木は、1971年8月に、上演された、舞台、明治座出演5周年記念、船木和夫8月特別公演夜の舞台一幕の演目。 第二幕は夏、青春、歌。主演は船木和夫、東京明治座、ゴミ自身が脚色している。キャストスタッフ、薄桜木は、1980年8月に上演された舞台、明治座8月公演夜の舞台一幕の演目。第二幕は夏、姿花きえ主演は林雄一、東京明治座。 キャスト、薄桜木は、1990年8月31日から9月5日まで、東京、新宿紀の国屋ホールで上演された舞台。劇団テアトロ会の公演で、船木和夫は客演である。キャスト、中心ぐらい分行きの話道無双は、1991年1月2日から27日まで、大阪、新歌舞伎座で上演された舞台。主演の杉太郎は、 タンゲテンゼンと、堀部康兵の2役を演じた。キャスト、薄桜木は、1999年8月3日から8月28日まで、東京、新橋演舞場で上演された舞台。主演は船木。この舞台で、船木と、林雄一は、1964年に、NHK で放映された大河ドラマ、アコーローシ以来35年ぶりに共演している。キャスト、 薄桜木は2002年6月1日から6月25日まで大阪新歌舞伎座で上演された舞台。主演は船木。キャスト、薄桜木は2014年2月15日から2月24日まで大阪国立文楽劇場で上演された舞台。劇団全新座による公演で脚本、演出はジェームス・ミキ。制作、オーマエ・アンセイ。 2014年9月に名古屋中日劇場11月に東京国立劇場小劇場浅草公開堂ほか2015年1月に京都市城南座で上演キャスト中心蔵外伝薄桜木は1991年にテレビ東京系で秋の時代劇スペシャルとして放映された時代劇主演は杉良太郎140分 キャストほか、スタッフ NHKBS プレミアムの BS 時代劇枠で2012年7月13日から9月21日まで、毎週金曜日20時20時43分 JST に放送された。全11回。脚本はジェームス・ミキ。主演は山本浩二。また、NHK 総合で同年10月18日から12月27日まで。 毎週木曜日20時20時43分に地上波再放送された。キャストスタッフ放送日程関連番組、山本浩二、BS 時代劇、薄桜木で、再び剣豪役に、日本人の原点のような生き方。モントンウェブ、https、マンタンウェブ .jp、アーティクル、2012万629ドック00。 メートル2億3万 6000CHTML2019 年8月11日、閲覧。山本浩治、BS 時代劇は、戦隊物、強くなければ、地上波で、薄桜記載放送。モントンウェブ、https、マンタンウェブ .jp、アーティクル、2012万1031ドッグレ0 メートル2億4万7千 c h t m l 2 0 1 9年8月11日、閲覧。被験破りに関するカテゴリー、中心蔵外伝薄桜木に関するカテゴリー。ありがとうございます。